物理学力学連続体力学、流体力学流体力学とは、流体の静止状態や運動状態での性質、また流体中での物体の運動を研究する力学の一分野。力学の一分野であり、連続体力学の一部とみなされることがある。解分類としては大きく分けると、静止状態を扱う流体性力学と運動状態を扱う流体動力学に分かれる。 工学分野では、水を対象とする水力学や空気を対象とする空気力学という分野に分けて扱われることがある。また、流体力学では、電気的に中性で電離していない流体のみを扱い、一部、内し全部が電離した流体は、プラズマ物理学で扱われる。ただし磁場がない場合のレイリー・テイラー不安定性など、本質的に流体と変わりない場合も存在する。 流体生理器学の方は古くから発展した歴史があり古代イギリシャのアルキメデスがアルキメデスの原理を発見ブレイズ・パスカルが1653年にパスカルの原理を発見ボイルらが同じく17世紀後半にボイルの法則を見出した流体動力学は生理器学より後に登場しているこちらはアイザック・ニュートンの 自然哲学の数学的諸原理の観光後に徐々に広まったニュートン力学を流体に適用してその運動を論じるという形で起こった分野であり18世紀の段階ではベルヌーイ、オイラー、ラグランジュラによってまずは年生のない流体の運動が研究された完全流体よりも複雑で理解が難しい年生流体については19世紀にアンリナビエ ジョージ・ガブリエル・ストークスらによって研究が行われた。さらに複雑な乱流については、オズボーン・レノルズによって19世紀末に研究が進んだ。ありがとうございます。